じゃあ行きますね。認知体操の引きですね。で、上から落とします。で、ループと近づけます。首です。で、みぞおちから上が前ですと。そうです。あ、これは下手だ。腰はこういう感じにそのままになってますね。こうだけ。みぞおちから上だけですよね。みぞおちから上だけ。腰は残ってる。そうです。難しい。ちょっと難しい。頭が残っちゃう。頭も力抜ける。ゴニョンって。そうそうそう。ちょっと並んでやると分かります。これでしょ。よいしょ。頭もだから。頭がボーンってなりましたよね、さっき。うん、同じような状態。そうそうそう。で、肩がこう、楽じゃないですか。そうですね。この状態で、じゃあこう、ゴニョンゴニョンってして。はい。足をロックしない。はい、で今度は頭バーで降りてました。でゆっくり降りてもいいですよ。ゆっくり一回。うわー。で今度はゆっくり巻き上げてました。で今度はもう一回全部曲がったら頭が落ちました。みぞおちから落ちました。おへそから落ちました。はい、ですからね。頭ゆっくり。もうちょっと力入れてみて。ゆっくりですね。上つってみて。吐くこと。そうそう。あ。そう前飛んじゃうぐらい。うわ。そうそうそう。ですね。で、水落ちがプレープ。で、エスカレーが全部落ちます。そうそう。で、これ上に伸びてます。伸びてます。こういう状態ですね。で、ここが一番高くなって、このベルトのアテントが高くなって、全部落ちます。で、こう上に伸びしてる状態ですね。で、これで大丈夫ですよね。大丈夫なんですよね。で、腰からこう動いてる状態。そうです。これで、足がずり前に、ずりつって前に行けるようになる。そうですね。そうそう。で後ろに行きましょう。膝曲げすぎなくていいですからね。はい。そうそうそう。前にいます。はい。内側から内側。そうそう。はい、後ろに行きましょう。これ上手になりました。これすごく上手になりました。はい。そしたら、さっきのあれなんですけど、こう向き上げといてもらって、かかとを上げましょう。かかと、ほんのちょっとですと。そうですね。その状態と同じでしょ。だから首が、この状態で、例えば首順にすると、まあ大丈夫ですから。そうそう、力抜いて。で、はい、安心して落とす。安心して落とす。みぞおちからも安心して落とす。そうですね。みぞおちから上がちょっと力抜いてみて、この上。この状態でこれ自由に動くよね。上、下がしっかりしていて上と。そう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 。わかる。そうそうそう。この状態って安定してるんだよね、実は。うん。わかる。一つの状態。で、今度はおへそから上がこう少し。で、このまっすぐ平行ぐらいでいいから。それでこれもこう、そうそうそう。こっちから押されるとそういうことするんですね。戻るみたいな。そうそう。そうっす。首でもいいし、腕でもいいし、こう。ですね。腕も逆なので、こう。そうですね。これは腕の重さ。自分で重さを感じることは、うん、重さはエネルギーでのことでもあるし、面白いものも。何か生まれることでもあるわけね。ちょっとバシッと当たると痛いぐらいですよね。うん、そうそうそう。そうそう。これで、例えばバウンドができます。これは自分の体のバネなのね、実は。もともと持ってる。うん、そうですね。力抜いておくと、うん、でも腰が下がらない。腰が高いところに離すので、そうです。腰が高いところに離す。そうです。その固定ができると全然違うな。ここだな。このキープができると違うな。そうです。そうです。さっき歩いてる時よかったんだよ。歩いてるってことね。そうですね。その時ですね、後ろに下がります。で、どっかをキープさせます。そうです。足の裏意識。うん、あ、そうそう、その形の白い式。そうすると、その状態っていうのは、すごく弾力性と安定性に富んだ方向も自由にね、何かをふっと持ったら、スッと持った方向に動ける。そうそうそう。そういう状態ですよね。うん、ここさえ安定してれば、うん、どこにも行かないっていうか、うん、その状態ですよ。そう、ロールアップ。はい、ゆっくり。これを毎日トレーニングすると、自分が見えてきます。
かかとをほんの少し上げます。はい、もちろんですと。そうです、そうです。見えています。まっすぐが見えます。はい、ここで第一段階ですね。